皆さんこんにちは、増田敏夫でございます。まあ、いつも増田敏夫チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。今日ですね、皆さんにお話しするのは、妙なことが今朝起きまして、目が覚めましたらですね、株なんですけども、ニューヨーク株式市場でダウ平均がですね、ドーンと3000ドル下がりまして、同じく日経平均がですね、2000円、ドーンとこう下がった、そんななんか夢っていうんでしょうかね、そんなその気がしたんですよ。全く何の根拠もないんですが、ただそう思ったもんですから、まあ、皆さんにですね、そんなことがあったということをお話ししたいと思いまして、というのはですね、ご存知の通り、10月の最初の頃ですかね、前にもここでお話ししましたように、日経2万5000円、ニューヨークダウ3万ドルと、まあ、こういうふうに、まあ、予測をしたわけですね。これに別に根拠はないんですよ。ただそう思っただけの話なんですよ。で、10月末になったらですね、全くその気配がないと。まあ、日経平均の場合です、2万3000円を割り込みまして2万2993円、になっていたわけですね。で、いつになったら2万5000円になるんだということで、いや、まあ、選挙、大統領選が終わって、まあ、白黒ついた、まあ、大統領選が、まあ、その頃だというお話をしたわけですよ。ところが大統領選たって、10月末ですから、あと、まあ、1週間ぐらいしかないわけですよね。で、その時、2万3000円を割ってるわけですから、そんな数日でですね、2万5000円になるなんてことはちょっと、まあ、ありえないということで、まあ、増田先生の予想は外れと。まあ、ダウ平均についても3万ドルって言ったんですけども、10月末のニューヨークダウはですね、2万7000ドルを割り込みまして、大きく割り込みまして2万6254ドルというところまで、まあ、下がっていたわけですね。これが、まあ、3万ドルということになると、まあ、3000何百ドルというのを数日のうちにですね、上がらないとダメだっていうんで、まあ、これもまあちょっとダメのようですねということだったんですよ。まあ、いろいろあのメールとかなんかいただきましたけども、まあ、まだあの日にちがありますし、まあ、日にちったって1週間もないわけですから、まあ、とにかく大統領選が終わるまで、お待ちくださいよと、まあ、こう言ってたわけなんですが、兄はからんやですね、ご存知の通りトントン拍子で、日経も、ニューヨークダウンも上がりまして、もう昨日なんかはですね、日経平均、ニューヨークの先物ではですね、2万6155円ですからね、2万6155円で、これニューヨークの先物でつけたわけですね。で、ニューヨークのダウ平均もですね、昨日は大きく470ドルですかね、上げて2万9950ドルですか、470ドルも上げたということでですね、まあ、私の予想がちょっと当たりすぎというような状況なんですね。で、まあ、今日ラジモリの朝の放送がありまして、リスナーの方からの質問がありまして、増田先生はろうそくの最後の輝きということで、今の株価の上昇はこの最後の輝きで、やがて、このろうそくの火が消えるんだということで、いつ頃消えるんですかねという、まあ、ご質問だったわけですね。ですから、まあ、そのこれから先、まあ、2万6000円まで、日経平均上がってるんですが、まあ、これから上がるか下がるかという話なんですが、まあ、その辺に質問の趣旨はそういうことだったと思いまして、リスナーの皆さんが
もうこの2万6000円がもう最後で、これ以上は無理だろうというふうにもし思うならば、2万6000円から2万7000円に向かうだろうと。それからいやいや、まだまだ今までが今までだから、この2万6000円からまた2万7000円に向かってどんどんと上げ続けていくだろうというふうにリスナーの皆様がお思いならば、今日限りにどんどんと株価は下がるだろうと、こういうふうにお話したんですよ。マーケットっていうのはそういうもんで、マーケットを動かしているのは指定筋ですから、もうみんなプロ、まあ、キツネとタヌキの騙し合いみたいなですね、ことが毎日毎秒起こってるわけですから、そういうふうにですね、一般の人がこういうふうに思ったら、それを逆転にとって、稼ぎましょうというのがプロで、そして相場はプロが動かしているわけですから、まあ、今私の言ったようになるわけなんですね。まあ、それとは関係のないことで、今朝目が覚めましたら、ニューヨークダウが3000ドルドーンと下がって、日経平均が2000円ドーンとこう下がるという、そんな気がしたんですよね。何の根拠もありませんがね、そんな気がしたんです。だからまあ近いうちにそういうことが起きるんじゃないかなというふうに思うわけなんですが、まあいずれにしてもですね、短期間にここまで、まあ日米株価上昇しているわけですから、まあろうそくで言うならですね、もうろうそくももうほとんどろうがなくなってですね、燃え尽きるところまで来ているということで、まあ最後にパーッとこの短期間2日か3日でですね、日経平均で1000円、ニューヨークダウで700-800ドル、この2日間ぐらいですからね、パーンと上げたのはですね、これはちょっと人為的だと思いますね。人為的っていうのは、まあろうそくが燃えてるんですが、燃えてるところへ誰かがですね、ちょっと、水の雫をちょこちょこっと水をこのろうのところに入れたもんですから、パチパチパチっとですね、その火花が飛んでですね、この輝きがですね、一段と高くなったというのがこの2日じゃないですかね。本当ならば日経平均2万5000円で頭打ちというところをですね、ちょっとろうそくに水を入れたもんですから水しぶきっていうんでしょうかね、ちょっとこう水をこのかけたもんですから、パチパチと燃えちゃってですね、2万6000円まで来ちゃったというふうに、まあ私は感じてるんですが、まあ人為的なことですから、もうこれで終わりだということで、売るということが分かれば、また水をですね、施設筋の方がまた水をそのろうそくに少し注いでですね、またパチパチと燃やすということになると思いますね。まあそれにしてもですね、いつまでもそんなことはやっているわけにはいかないわけで、ろうが燃えてるわけですから、ろうがなくなればもう嫌顔でもろうそくの火は消えるわけですから、まあ、今そんな状況になっているということなんですね。それとは関わりなく、今朝、申し上げましたように、ダウが3000ドル下がり、日経平均が2000円下がるという、そんなイメージというか、そんな気がしたんですよ。この日経が2万5000円になる、ダウが3万ドルになるというのも、ただそんな気がしたから言っただけの話なんですよ。まあ、今回のこの下げもですね、そんな気がしたから申し上げてるわけで、何の根拠もないんで、ただどういうわけですかね、今朝頭の中がどうなっていたのか分かりませんが、まあとにかく今朝そんな気がしたもんですから、ひょっとするとそういうふうなことが起きるかもしれませんというお話をしておきたいと思いますね。まあそれはそれとしましてね、G 直言をお読みになった方はご存じだと思いますが、まあトランプ大統領もまあ返り咲くチャンスがないことはないんですが、まあこういうような流れがどんどん続いていくと、インディアナとかその他、リーカウントといいまして、票の数え直しということをやってるわけなんですが、どうもうまくいかないような感じですね。まあ不正の票を見つけることが目的なんですが、なかなか
うまく進んでないというのが現状ですから、このままでいくとですね、1月6日アメリカ合衆国各州のですね、選挙人がこの大統領の、まあ、選出証明書というのを出すんですが、まあ、例えば、まあ、今票を数えているインディアナではバイデン候補がその勝ってるわけですね、票の上で勝ってるわけですね、まあ、しかしトランプが不正だとこう言ってるわけで、その不正は多分証明されないと思いますが、そうするとインディアナのですね、選挙人の中で共和党の支持者が多いわけですから、そうすると選挙人がですね、票ではバイデンが勝ったにもかかわらずインディアナとしてはトランプを選出するという選出証明書をですね、議会に、つまり1月の6日に両下上院のですね、下院と上院の合同委員会にですね、出す可能性もあるんですよ。そういうことがあちらこちらの、まあ、トランプ支持の州で起きるとですね、ひょっとするとひっくり返るかもしれないという、まあ、しかし、なかなか証明が難しいこともありますし、票がですねバイデンなのに、トランプの選出証明書を出すということにもですね、まあ、いろいろな抵抗その他があると思いますが、まあ、いずれにしてもですね、今回の選挙は一筋縄ではいかないことなんですね。それとこの普通はですね、ここまでもバイデン勝利ということに決まればですね、もう諦めて、トランプ大統領が諦めて、共和党も諦めて、この次期政権のですね、交代をするその準備をしなきゃいけないんですよ。そうしないと1月20日からの政権に間に合いませんからね。だから今から共和党そして民主党が協力し合ってですね、超党派的に協力し合って、次の内閣に権限を移譲する、そういう準備をやっていかなきゃいけないんですが、もう端からですねトランプは断って、共和党も断っちゃってるんですね。これはアメリカの歴史始まって以来なんですよ。選挙が終わって、まあ、白黒目鼻がつくとですね、直ちに、その勝った方の政党、負けた方の政党がですね、超党派的に協力して、次の内閣のためのですね、トランジッションというんですが、移行、次の内閣に移行するためのいろんな手続きをやるんですよ。今回全くそれ、やってないし、やる予定もないんですね。ということになるとですね、お互いに破れかぶれということになりますから、まあ、談合してですね、次のトランジッションのためのいろんな協力をすればですね、まあ、バイデン大統領になってもトランプさんの脱税とか、所得隠しとかあれとかこれとかということでですね、トランプ大統領を起訴して投獄ということもまあなくなるんですけども、またまかり間違ってトランプ政権になればですね、今度はバイデン親子の不正をですね起訴して、また今度はバイデン親子が投獄されるということに、このままでいくとなるんですね。でそうするとですね、その2人、バイデンさんにはもう民主党ですから、民主党の運動家がバックにいますし、トランプにはトランプさんのですね、まあ、右翼系のですね元気のいい、まあ、運動家がついてますし、これがですね、ぶつかり合うということになるんですよ。だからトランプ政権になろうとバイデン政権になろうとですね、アメリカはすっちゃかめっちゃかになるということなんですね。まあ、ひょっとするとそんなことを私の頭の中にあるから、それで3000ドルニューヨークダウが下がる、2000円日経平均が下がるというような発想っていうのかな、ような気持ちになったのかもしれませんけども、別にふと思っただけで大した根拠も理由もないんですよ。まあそれはそれとしまして、そういうふうにこの選挙がこのままでいくとですね、
アメリカが分断されて、この社会が混乱状態に陥るということをですね、よく頭の中に入れておいていただきたいと思いますね。いずれにしてもトランプ大統領の使命はスクラップ&ビルドのうちのスクラップですから、ぶっ壊しですから、確かにこうなってアメリカ社会がですね、分断して朝から晩までデモだ、暴動だということになればですね、これも社会ぶっ壊しということでトランプ大統領のが責任を果たしたということにもなるんですし、それからまた私の言うように株価暴落してですね、これから先どんどんと恐慌の方へ向かっていくということになれば、アメリカの経済システム、金融財政システムというものをですね、変えなければならないというところに追い込まれていくわけですから、これもトランプ大統領の使命で、今まで存在してきたこの経済のシステムというものを変えてしまうという、これが彼の任務ですから、これがですね、もうこの暴落あるいは不況と恐慌ということの中で、やむを得ず、ね、やむを得ず その恐慌に押されて、やりたくないけれどもこういうふうな改革をしなきゃならないというふうに追い込まれていきながらですね、この財政金融制度が変わっていくということになるかもしれませんね。ですから今回の選挙というのはあらゆる意味でですね、大変、アメリカの歴史の中で意義の深い、選挙、そして、スキャンダラスでね、トランプも投獄だ、あるいはバイデン親子も投獄だという、もうアメリカ合衆国としてはもうこれ以上の恥はないというようなことがですね、これから世界に明らかになっていくという、そういうこの選挙なんですね。これも日本に大きな影響を与えるわけです。ですから今回のこの選挙のことをよくですね、どういう意味があるのか、そしてどういうことが起きるのかということをですね、勉強していただきたい。そのためにはコマーシャルですね。そのためにはこの小冊子119ボリューム119、これをですね、じっくり読んでいただきますと、この全体、これから先何が起きるか、そして何をしなきゃいけないか、そこにですね、もうこれ以外はないというですね、金を中心とした資産作りの、もうすでに私が実験して、投資家の方と一緒に実験して実績を上げた、この証拠っていうんでしょうかね、実績がありますから、その実績に基づいたですね、石橋を叩いて渡るようなしっかりしたですね、財産、形成法ということも説明してますから、財産をこの財産保全ということを考えていらっしゃる方はですね、そのためだけでもこの小冊子19号をお読みいただきたいというふうに思っております。いつものことですが、申し込みはこちらでお願いをしてお願いしたいと思っております。簡単ですね。 G 直言ですから、直言 .com ってんですよ、ね、G 直言の直言 .com、これで、ホームページにアクセスしていただいて、ぜひともこの小冊子119号、これをじっくりとお読みいただけたらいいなというふうに思っております。では今日はこれで終わります。